いつからだろう、お母さんみたいになりたくないって思ってた。あ、ミキちゃん、髪切った？はい。いつも仲良くしてくれてありがとうね。やめてよ。美容院なんて半年に1回だし、洋服買ってるとこなんて見たことない。いいお母さんだよね。どこが？寝なよ。私に合わせなくていい。いつだって家族のことが一番で。に合わせてるわけじゃないわよ。自分のことは後回し。いつもお風呂をピカピカに磨いて、晴れた日にはみんなの布団を干して、私のシャツの取れちゃったボタンをつけて、疲れていても具合が悪くても毎日欠かさず家族のためにご飯を作る。そんなの何が楽しいのって思ってた。だけど、おかえり。ただいま。ごめんなさい、お母さん。私もお母さんみたいになれるでしょうか。家族のことを一番に考えられるでしょうか。手伝う。